ステンリー・ブラードは、オランダの元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは CB。デンハーグで生まれた、彼はこの地のサッカークラブ、RKSV レニフ・エンスネルのユースに所属した。この時にエールディビジに所属するフェーノールトのスカウトに、目をつけられ、同チームのユースに移籍した。その数年後の1977年の FC、トゥーエンテ戦で、 トップチームでの初出場を飾った。翌年にはディフェンダーとしての活躍の機会も増え、スターティングメンバーとなることも増えていった。彼の経歴の中で最もクラブが輝いたのは1983から84シーズンで、この時にはヨハン・クライフがフェーノールトに加入している。このシーズンに彼はレフトバックからクライフの前へとポジションを変え、 アイテサイドバックのフェイエノウルト陣内への侵入を防ぐ役割を果たした。この年にフェイエノウルトはリーグ、カップともに制覇した。しかしその2年後にはベンチ要員となることが増え移籍を決断することとなった。彼の移籍した RKC バールバイクは当時エールステ、ディビジに昇格したばかりのクラブでエールディビジへの昇格も志すクラブであった。ここでは 中心メンバーとなり、1987から88シーズンにエールリビジ昇格を決めた。昇格後も中心メンバーであり続けたが、1990年になるとスターティングメンバー落ちとなり、最後の2シーズンではわずか17試合の出場に止まった。そして1992年にサッカー選手を引退した。サッカー選手を引退した後は、 フィテッセのユース監督や、セカンドチームの監督として、数年を過ごした。その後、アドデンハーグの監督を200の1 2001から02、シーズンの2シーズン務め、テクニカルディレクターも兼任した。2001年12月には、デンハーグを去り、名古屋グランパスエイトの U-18、18監督兼ディレクターに就任、吉田マヤラを育成した。その後2005年に、 フェーノールトに戻り育成部長として2012年まで務め、この間に最優秀育成クラブ賞を3度受賞した。2013年4月から2015年12月にかけてはアゼルバイジャンのガバラ FK の育成部長を務めたが、2016年に1月に再び名古屋グランパスに戻ることが決まった。12年ぶりの名古屋ではアシスタント高知県スポーツディレクターに就任した。 2016シーズン終了後に対談。いとこのパティ・ブラードは歌手であり、息子のジョシュア・ブラードはプロサッカー選手である。ありがとうございます。